YouTube を見るときは部屋を明るくしてみましょう。そしてテレビを見るときは少しパソコン画面やモニターまたはテレビから離れてみましょう。そして長時間見たり他僕の動画の前に違うチャンネルの動画を見た人は必ず休憩を取ってからまた再度動画を見ましょう。埼玉インPC株式会社情報局始まるよー。バーン。はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。はい、今回は以前ハードオフで買ってきたものを紹介したこちら音響の、アンプ、A-812XG のメンテナンスとを、ね、やっていきたいと思います。はい、今回こちらねハードオフジャンクでこちら2160円で買いました。はい、でチェック時 CD 入力 A の出力にて音出ました。電源スイッチに欠損あり、直接押すには押せます、左左右のチャンネル音量違う気がしますということで、購入しました。まあ、この前のね動作確認の時に、まあ、A と、ね、B、まあ、両方の入力があるんですけども、そちらで確認したところ無事に動作はしました。ですけども、ね、やっぱりスピーカーの、ね、音量、まあ、またねこちらの、まあ、ボリュームなんですけども、少し上げて下げると両方音出るんですけども、まあね内部的にね結構、まあ、ホコリとかはそうないんですけどもね、ちょっと清掃した方がいいかなっていうことで買いました。はい、まあ、買ってね、まあ、楽しみたいと思いますっていうことでした。はい、で一応ねここのね一応ここのねテールとかありますけど、そこを押すと電源つくことはできます。はい、でしかもねこちらのねスピーカー部分のね A と B 両方とも話しましたね。はいはい、で今回ちょっと声がね小さいと思われる方多いと思うんですけども、実はちょっとねアレルギー性鼻炎ってことで、ホコリをねするとね口内が止まんなくなっちゃうんですよ実は。なのでちょっとマスクを使用して今回作業するので、ちょっとね音小さかった場合はねパソコンとかねスマートフォンのね電源を上げる調節の方をねよろしくお願いします。それではちょっと早速ね修理取り掛かりたいと思います。はい、でねちょっとまあ参考までにねオーディオの足跡さんのねサイトに行って今回の修理するものを見ます。修理するねアンプを紹介します。で一応ねこちら音響の A-812XG ってことで1989年頃発売ってことで、まあ、定価ね 39,800 円ってことで、この年代にしてはかなりね 高級だと思います。で一応こちらの電源ボタンなんですけども、黒の電源ボタンになっていたようです。今回は謙遜のためこのボタンがない状態です。で下の解説の方を見ていきますと、まあデジタル AV への本格的な入門機として開発されたプリメインアンプ、そうですねプリメインアンプなんですね実は。で CD ダイレクトスイッチを搭載しており、インプットセレクターなどのスイッチ類やトーン、コントロールなどをバイパスし、CD プレイヤーから音楽信号をビュアなままパワーアンプ部へ送り込んで増幅できます。また CT 端子には金メッキタイプを採用していますので、この前ね、確認、見せたと思うんですけども、金メッキタイプです。また iPhone 入力、iPhone のかな、なんとか入力は MC カートリッジも使えるように切り替えスイッチを搭載。で、さらにね、こちら、この前の動作確認で言った通り、
A プラス B のね、スピーカー出力搭載ってことで、どちらでもね、A と B に接続した場合でも、B 単体でも動く、スピーカーとして使えるということになっています。はい。で、その他なんですけども、重量が 6.7 キロってことで、まあ、重いですかね。結構重かったです。はい。で、一応プレミアムアンプってことなんで、本当にね、結構いい音出してくれてました。はい。なので、またね、メンテナンスではね、もっといい音出してくれるんじゃないかなというふうに、思います。はい、ではね、分解の方していきたいと思います。はい、このね、両サイドの方にね、ネジが2本で、裏側に1本ネジがあるので、ネジを外します。はい、ネジが外せたら開けます。はい、はい、このような感じになっています。内部なんですけども、結構ほこりがありますね。はい、結構奥の方に汚れが、結構ね、これはね、掃除が結構できますね。で、こちらなんですけども、音響パワー、なんとかって書いてあるんですよね。これ電源ですね、多分。で、コンデンサーなんですけども、コンデンサーはね、全然漏れとか割れはなくね、とても結構綺麗ですよね。で、結構このサー長いんですよね、結構。プレミアンプとは言えないぐらいの結構長いのを使っています。で、各種オーディオ端子の部分も結構ほこりがすごいですね。で、こっち側のね、スピーカーも結構ほこりがすごいですね。結構ね、置いてあったっぽいですよね。で、今回あまりね、あまりにも修理が、なんで簡単にね、初心者でもできる修理をやっていきたいと思います。はい。で、まずですけども、こちらね、こういった書道用とかね、絵の具用の筆などでね、まずさっさと取ってね、こうやって落としていきます。こういったこれでね、よくが原因でスピーカー部分がね、壊れていたとか、そういうね、すいません、こういったね、原因で、スピーカーがね、弱いとか、弾けないとかで、ね、そういうこともあり得るので、こういったところをね、さっさと掃除するとね、いいと思います。軽くでいいです。あんまりやると、スピーカー部分とかね、いろいろ当たっちゃうとね、感電の恐れがあるんでね、必ずね、こう、軽めにやってください。結構これ取りましたね。で、ここでなんですけども、今回ね、使うものとして、第2弾としてこちら、この Amazon で購入したエアダスターですね。地球に優しいエアダスター、こちらをね、使用していきたいと思います。ついに使用します。はい、こちらですね、Amazon でね、403円で売ってました。よしと、はい、こんな感じですね。はい、ではですね、こちらを使ってやっていきたいと思います。あれ、これまだあんのかな。はい、はい、でいきます。あんまり、ね、中でちょっとあれなんですけど、今回ね、雨なんで、ちょっとね、2人で本やっていきます。わ、すごい。なんか換気しないとやばいですね。はい。
こんな感じですね。はい。さっきね、まあ、今換気しましたけども、はい、前よりかはね、すごく綺麗になりましたね。ちょっと画面越しではね、でも結構綺麗ですよ。はい。で、なんかね、やっぱり、スピーカーの上下じゃない、左右がおかしいっていうのは、もしかしたら、このホコリが原因だったのか、わかんないんですけど、なんか結構目立ちますね。はい。なんでまあ、頻繁に、掃除した方がね、いいんじゃないかと思います。はい。ではですね、実際に、まあ、ここら辺でね、動作確認の方、やってみます。はい、やってみたいと思います。はい。まあね、仮に、特にね、セッティングはしました。で、スピーカーも、ちゃんとね、下がっております。で、B に合わせてね。で、一応ね、こちらの CD プレイヤーですね。はい。次回、ちょっとね、注意する、メンテナンスするんですけどもね、デロの CD プレイヤーの方で動画確認をしたいと思います。で、今回はね、こちら、嵐。まあ、これね、新しいアルバムですけど、そちらを使って、動作確認をしたいと思います。よいしょ。はい。16曲だね。はい。で、今回、ちょっと作品の、ためね、音はあまりなしで、最初の部分だけ、ね、音流したいと思います。ちょっとね、ルールのボタンをオンします。はい、では行きます。一応ですね、今確認したところ、今日左右から音出てますけども、やっぱちょっとノイズが結構聞こえちゃうんですよね。次ですけども、ちょっとね、オフにします。で、どうなんだろうな、多分ね、これ。これボリュームですよね。ちょっとね、規定位置をゼロにしました、全部。それでもう一回再生します。はい。前よりかはね、音ちゃんと出てますね。はい、やっぱホコリが原因だったのかもしれませんね。はい。なのでまあ、一応、メンテナンスの方はこれで使用したいと思います。はい。で、次回なんですけどもね、こちらの CD プレイヤーの、修理したいと思いますけども、実はですね、今、綿棒を今、切らしてまして、何しろいつだかわかんないですけども、綿棒がね、準備できたらやっていきたいと思います。というわけで今回は音響のプレミアアンプ A-812XG の紹介だった、メンテナンス清掃でした。最新動画は左側、過去の動画は右側。また僕のチャンネルを見てよかったなって思う方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしく
お願いします。でまたチャンネル登録の右側にあるベルマークがあるんですけども、そのベルマークを、オンにすることによって、僕の動画、最新動画をいち早く見ることができるので、こちらもぜひ通知オンにして最新動画をいち早く見てください。よろしくお願いします。